絶対的権力、安倍さんもそうです、大村さんも今そういう勢いです。しかし権力を長く持てば持つほど腐敗する、そういう権力者に寄り添う、そして結果はもう決まってるんだというふうに思わせるような雰囲気を作り出す、そうじゃないということを倉本さんははっきりと言ってくれてます。県の役割は暮らしに一番近い市や町や村、そういったところの仕事を応援して、私たちの暮らしを、住民の暮らしを支えることです。県営住宅もっと充実させてほしい、値段下げてほしい、教育にお金かけてほしい、図書館充実してほしい、敬老バスもっと充実してほしい、暮らしに根ざした希望がたくさん出ています。それを実現できるのはクレマスさんです。2月3日の県知事選挙、私は誰もが普通の暮らしができるように、この暮らしの土台を作るために頑張ってる人、一生懸命やってる人、困っている人、こんな方をぜひ支えていく、そんな県政に転換をしていきたいと思います。